1月14日朝6時55分裏やぐら、風は東の風微風、気温マイナス6度、水産どんちゃんと朝練です。ねえから、マイナスね。あったかいよ。さあ、俺は一本飛んでいこうかな。信用ならないサーマルかな。うん、ワンタンぐらいいけんじゃねえの。おっと、もうちょい欲しいな。はい、行きます。やばい、抜けて、どこまで行くんだ俺は。あれ、よっと、あ、やめたくたんだ。あ、いや、オッケー。よし、上げてみます。お、オッケーオッケー、行っちゃいます。よいしょ、はいはい、下かヒーンと、やや来た。よい、危ない危ない、無理やりだね。無理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 。今入ってるのにな。あの、何が出るどうするかというと、若い力、もう登れなくなってるよ。僕もう登れないじゃん。お、すごいな。はい、オッケー、うん、ぶら下がる、ぶら下がってごらん、この下、下持ってぶら下がってみな、うん、で、下を緩めれば下に降りるよ。ああ、そういうこと、そういうこと、ほら、レンジャー舞台見てかっこいいな。嬉しそうだね。水泳に覚えてられるかどうかは問題だね。南、それはちょっと嫌だね。バタバタじゃんよ。サーマルだけだね。
お母さん、さすが。さすが。うわぁ、ちょっと苦しい。おいから、おいおい。うまい。お。もうサーマルだから今がチャンスだよ。走れ。ローリングしちゃダメだよな。なんだよ、おい、だ、あんなとこでサブロックすんなよ。すごい風向きはいい、今、うん、おー、いいね。うまい。うまい。最後の。そうだね。うん、風安定してきたかもしれないよ。頭が前に出ちゃってるぞ。もうでも目が入るぞっていう目になっちゃった。
あそこさ、ちょっとしたらすげえ急坂なんだよ。Yeah.